返したセカンドボール、鈴木徳真を狙った。なんとコーナーキックからのこぼれ球、鈴木徳真今シーズン2ゴール目、狙いすましたミドルシュートで先制1対0です。いや素晴らしいゴールでした。いやこれは簡単なシュートじゃないですよね、はい、コーナーキックの、まあ、こぼれ球ですね、はい、ボールも少し